吉田さん、これからなんか就職ってスカウトが主流になってくるのかもしれないですね。人事の方がいろんなところネットで見て、あ、この学生さん欲しいなみたいな感じでアプローチするみたいな、逆指名が起きるみたいなね、そんな時代になってくるんじゃないかなと思いますけどね。